山手線で営業運転における ATO の実証実験が終了しました。JR 東日本は昨年12月22日をもって山手線で E235 系統17編成、等18編成による営業運転における ATO の実証実験を終了しました。山手線では自動運転導入に向け2018年度より終電後の時間帯で試運転が始まりました。昨年2月には営業時間帯にも試運転が行われ、前後に列車が走行している環境で自動運転に必要な運転機能、乗り心地、省エネ性能などが確認されました。そして昨年10月からは乗客を乗せた営業列車で自動運転を目指した実証実験が始まりました。自動運転の対象は E235 系0番台等17編成と等18編成の11両編成2本です。車両には ATO 自動列車運転装置のステッカーが貼り付けられていました。約2ヶ月間の実証実験により、性能の確認や知見の蓄積を行い、昨年12月22日をもって、営業運転における実証実験を終了しました。その後、東京総合車両センターにて ATO ステッカーが剥がされ、今日1日より通常の営業運転に復帰しています。JR 東日本によると、今年春から3年から4年かけ、山手線を走る E235 系全50編成を対象にワンマン運転対応化改造工事を行うということです。車掌の乗務しないワンマン運転は2030年頃までに始まる予定です。これで1月1日の KAB ニュースを終わります。